デビューし、日本レコード大賞新人賞など数々の賞を受賞した実力派シンガー。そんな美園さんのおはこは大黒摩季さんのヒット曲ちょっと。この曲に全てをぶつけます。ちょっと待ってよ、グッバイ、優しい声で不可能な逃げ方、秘密決め欲しがらさ、もう二度と愛せないように、ワイングラス握りしめて赤い涙飲み干した、記憶全部流して心乾くまで、あなただらけの日常をゼロに忘れかたくらい覚えてる。ちょっと待ってよ、グッバイ、共に暮れる真夏を見つめて、老いに焼け立つ肌を今抱き寄せるしかできない。ちょっと待ってよ、グッバイ、優しい声で卑怯な逃げ方、傷つけて欲しがらさ、もう二度と愛せないように。はい、以上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。もう頭のね、もうちょっとっていうところでみんなグッときたね。本当ですか？ありがとうございます。あたしこっちの手でマイク持つのよしなさい。このね、これがヒゲみたいに見えるから。ヒゲ見えてました。時間経っちゃってヒゲ生えちゃったのかと。生えちゃってないですから。いや、もうヒゲも伸びるぐらいすごかった。本当にもう声がすごい伸びるし、気持ちよかった。さあ、それでは美園さんのカラオケマシンの得点を見てみましょう。どうぞ。お願いします。さあ、2トンさんは 96.911 だ。一体何点取れるのか。何点だ。いいぞ。5、2、4、90、93.425 高得点なんですが、残念ながら4位以下となってしまいました。この悔しさね、ポテトチップス食べます。もうやけ食いするしかないですよね、もうこれは。あれやけ食いじゃないんだよ。何言ってんの。